処方箋と市販薬のオーバードーズがやめられません。飲まないとエンジンがかからない感じです。死にたさも消えるのでどうしても依存してしまいます。親のお金を盗んでまでやってしまいます。どうしたらいいでしょうかと。薬の依存症、薬物乱用ってことですよね。どうしたらいいでしょうかっていうと、依存症の治療としてやっていくってことなのかなと思いますね。だから薬をね、1週間ごとに出してもらうとか、処方箋とか、通院頻度を上げるとか、そういう形ですね。で、一方で、どうして死にたいのかとか、どうして飲まないとやっていけないのかっていう、その、ストレス的なところもアプローチしていく必要があるということなのかなと思いますね。だから行動療法的に、その、飲まないようなアプローチをするということと、本人のね、内的なもの、内的な葛藤だったり、苦しさだったり、そういうものを考えるっていうことなんでしょうけどね。では以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。